べて正常です。あなたに相談したいことがあります。状況を楽観視することはできません。都市部の怪物の数がまた増えています。私たちの知らない場所で敵の計画はまだ進んでます。ですから、その通りです。外との通信が途絶えた今、本部とは連絡が取れません。無線通信でもメールでもフォースワンの見えないバリアを通り抜けることはできません。あの金髪の男、彼が現れてから何もかもが変わってしまったんです。その誰かが人かどうかは分かりませんが、彼の仲間であることは明らかです。説明のつかない謎が多すぎます。ですが、何としても外と連絡を取り、私たちの情報を届けないと。現状に基づいた下手な策しか思いつきませんが、手伝ってくれませんか。よろしい、早速出発しましょう。歩きながら話します。チャージ完了。終わり。ブローニャ、戦場に到着しました。行動開始。バイクがあればいいんです。敵がたくさんいますね。偵察ユニットのために敵を減らしておきましょう。それにしてもこの数、予想よりもずっと多かったです。引き続き前に進みましょう。わかった。ああ、任務の指示。この任務は思ったより簡単じゃなさそうだ。覚醒する。了解。行動開始。急ぎましょう。索敵に集中してください。ここにもいますね。即戦即決です。全部総展開。目標沈黙。黎明が来た。このまま倒しても仕方がありません。騒ぎを起こすとかえって敵が集まってきます。もう少し進んで
様子を見ましょう。わかった。やっぱり中心部に近づくほど敵の数が増えていきます。短時間で殲滅するのは不可能です。無意味な戦闘を避けるしかありません。先行訓練を受けたことはありますよね。気のせいか。せっ、さっきの貫通。行動開始。急ぎましょう。行動開始。はい。はい、隊長。機動力には自信がある。ふっ、やーい。今行きます。私の指示に従ってください。着きました。ここです。偵察ユニットの設置はできています。念のため日が暮れた後に出発することになっています。あとは001級次第です。映像を外に出してくれることを祈りましょう。送り出した支援は第二小隊だけではありません。私が出発した時、第一小隊もセントフォンテーヌに向かうよう命じられていました。彼女たちを信じましょう。私たちもそれまで頑張らないといけません。ですので隊員、体調が悪い時はいつでも報告してください。崩壊エネルギーの侵食の危機を脱したばかりですし、月の輪でもあなたを完全に治せませんから。けど約束はできないですよね。分かってますよ。他人を守る前に自分自身を守りなさい。それがセーフレイヤーで受けた最初の授業のはずです。隊員、そろそろ戻りましょう。ここに長く居すぎると偵察ユニットの位置がバレてしまいます。それに仲間を心配させるわけにはいきません。そうですよね。正直に言うと戦闘は開発より楽ですね。チャージ完了。ブローニャ、戦場に到着しました。はい。隊長から任された任務ちゃんとクリアしなきゃ。はい、隊長。
刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。こちらの勝ちだ。素材習得。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。地味勝ちです。サン！了解。この道は前にも歩いたような。気のせいか。わかった。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。了解、わかった。了解。おや、ティミドちゃん、ここだったんだね。さすがにいなかったかな。まさか僕たちと連絡がつかないから本部がまた他の増援部隊を派遣したのかな。じゃあもう少し調査しますか。はい先輩。以前外で物資を探した時に都市部北側の湖を通ったんですけど、私自身は特に何かを察したわけではありませんが、崩壊エネルギー探知機によるとそこには大量の構築物の怪物がいるみたいで、でも信号があった場所について調査を始めようとした時には何もなかったんです。探知機の信号も一瞬で全部消えました。湖の中心のメリーゴーランドの方です。確かにあそこではそういった状況が何度もあったよね。なんて言えばいいかな、怪物たちが何度も集結してあそこに攻撃を仕掛けたけど何度も全滅したみたいな。親友どう思う？それだと選択肢はあまりにも多い。どの英雄のことを言ってるんだ。それに彼女たちが偶然セントフォンテーヌにいる可能性はかなり低いと思うけど。
エネルギーが爆発した痕跡はないけど、探知機もそういうことはできないからな。だから僕はやっぱり天命本部による別部隊だと思う。それに敵を倒す効率が良かったし、きっと主教様が我慢できずに大物を派遣したんだと思うよ。でももしかしたらあそこに怪物の転送装置があるのかもしれませんよ。私可能性を口にしただけですから、正しいかどうかは分かりません。とにかく何かがおかしいのは間違ってないね。ちゃんと調べないといけない。大変だろうけど、ティミドちゃんと頑張ってきて。他に誰がいるんだい。ティミドちゃんを一人で行かせるわけにはいかないだろう。僕は忙しいからね。重要じゃない任務はお断りかな。え、待ってって、僕って結構融通が利くタイプだよ。もう少し頑張ってみない？親友。わかった。この道は前にも歩いたような。気のせいか。わかった。了解。全部使えますね。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。わかった。この道は前にも歩いたような。気のせいか。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。みんな気づいてる？あの怪物たちは水面を移動できるみたいだ。そのようですが、それが何か？少し大胆な考えがあってね。もしかしたらそれを利用できるかもしれない。私が言うまでもないと思いますが、先輩、やっぱり気をつけてくださいね。先輩、この辺りです。信号が再び現れるまで待ちますか？それとも。え、先輩、私は
一緒に行かなくてもいいんですか？わかりました。先輩、気をつけてください。何かあった時は大声で私の名前を叫んでください。先輩、これが第三正体を救った？あ、いや違うんです。その気をつけてくださいね先輩。第三正体の先輩はとても頼もしい。うん、私も頑張らなきゃ。はい、だ。隊長から任された任務、ちゃんとクリアしなきゃ。今行きます。だ。今行きます。ですか？危険がなくてよかったです。今そちらに行きますね先輩。君、どうしてここにいるんだ？二人で湖の中心の異常信号を調べに行ったんじゃないの？どうして急に空から落ちてきたんだ？けど、普通星の扉を空中に設置する？怪物たちもバンジージャンプがしたいって言うのか？まずいよ親友、大事な用を忘れるところだった。覚えてるかい？僕がブローニャ隊長に他の任務を任せられていたって。Yeah!
やっとわかったよ。各自の任務なんて嘘だった。僕たちが調べてるのは同じことだよ。僕がここに来たのはずっとここにいてほとんど離れない怪物の群れを発見したからなんだ。ここには奴らにとって大事な何かがあると僕は思ってたんだけど、今考えると奴らは空から降ってきた獲物を待ってたんだね。つまり奴らの唯一の目的かは知らないけど、ここの怪物たちは明らかに待ち伏せをしていた。メリーゴーラウンドに入った人を狙ってね。いや違うな、あの怪物たちの残骸も調べないと。遊びに関して僕は経験豊富なんだ。そんなことで楽しくなるわけがない。きっと別の目的があるに決まってる。そうだ、ティミドちゃんは一緒にいたんじゃないの？そうか。けどティミドちゃんの性格だと急にいなくなった君を見てきっと。待って！じゃない、下敷きのライルのおかげだよ。アイユさん、大丈夫ですか？一回だけならまだ平気だったけど、今は僕にもわからないよ。親友、僕がさっき言ったように調べてみて。僕は少し休むことにするよ。警戒を維持。戦場は職場と同じです。行動開始。承知した。了解。どうだい、何か見つけた？これってまさか。この上に記された位置はメリーゴーランドの数と一致してるみたいです。え、あ、私何か間違えましたか？いや、ティミドちゃんがそんなことまで覚えてるとは思わなかっただけだよ。君たちはメリーゴーラウンドにうっかり接触してここに転送されてきたんだよね。つまりこれがメリーゴーラウンドに触れる正しい順番なのかな。けどあの怪物たちの知能が僕たちの予想を上回っていたとしても、紙なんてアナログなものを使うと思う？親友、君はどう思う？これは罠の中の罠？それとも。けど一応今の僕は怪我人だし、暇なのも許されると思うんだ。じゃああとは頼んだよ。また敵だらけの場所に転送されても僕は知らないから。わかった。了解。わかった。了解。
わかった。了解。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。わかった。了解。わかった。了解。この道は前にも歩いたような、気のせいか。また正門です。さっきのと同じでしょうか。古本、仏の顔も三度だよ。怪我人がしんがりを務める。文句はないよね。先輩、私たちも来ましたよ。風になってるとはね。つまりここは怪物たちの物資を隠す場所。こんな状況は前代未聞だよ。でもどうしてそんなことをするのでしょうか。確かに外はセントフォンテーヌのことを何も知らないと思いますが。怪物たちにも差があるということか。確証を得られるならすごい発見になるかもしれない。なんとなくそんなにシンプルな話じゃない気がします。ここにずっといても結果は見えないし、まずは戻ってブローニャ隊長に報告しよう。今回は結構収穫があった気がする。いや、待って。僕の任務報告はどうすればいいんだ。仲間二人によって唯一の怪我人が出たなんて、ブローニャ隊長は信じてくれないだろうな。こんなに物資が入ってるとは、少し予想外です。わかった。先輩、全部持って帰っていいんですか。了解。機動力には自信があります。